こんばっちー、ハチチャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は先日の生放送でできた素晴らしい選手見てもらおうと思います。右投げ右打ちの投手、フォームはオーバースローの1、好きな球団は青いからマリンボール、手汗ボールを狙ってロッテでやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。なんか1985年から2003年まで、それも18年間カーネル・サンダースの呪いっていう風に言われてたけど、俺もそれ別に長いと思わなかったんだよね。長いっていうか、まあ初めて見たのは当時中学生だったんだけど、その時はいや長かったって思ったけど、今回のはね全然長いと思わなかったわ。なんでしょうかね、慣れってやつですかね。あ、強い。あ、いいね。二段階はいかない。で、皆さん年越しそばはお食べになりましたか？二段階いかない。まあ自分はね年越しそばも食べたんだけど、その前に生姜焼きをがっつり食べてしまって、年越しそば少しだけになった。生姜焼きには勝てんかった。今食べ終わりました。おお、いいね。いやー、うまいよなやっぱな。でも俺生姜焼きじゃねえ。あ、ワンチャンあれ入るな。ワンチャン入るぞ。きたー、マリンボール。マリンボール、変化球落とすな。マリンボール落とすな。そばと寿司、そば寿司か。うちはそうだね、あの俺エビとかそういうの食べれないんで、うん、苦手なんで、なんだっけ、油揚げだっけ。八嫁は山菜とか入れてたけど、乗せてたけど、俺は油揚げだけのシンプルなおそばでした。うまい。せい、いらんか、いけよ。下に新しい球種あんのか、それ。いいな。ほい、ナイス。ほい、止まる。そう、キツネそば。変化球落とすなって。だからさっきからひどくない、ひどくない。2段階はいかないわ。変化球は落とすわ。球速落として拾って、拾ってない。それナイス。10、そう、年越しきつねそばでしたね。いやー、うまかったよ。てか捨て3でこの能力だったんか、強えな。で、変化球が出てこない。あ、ナイス球速で、ナイス回復で、スタミナ出ちゃうか。これこっちだろ、おい、そっちかい。サンキュー。あー、マリンボールさん入ってますからね。うわー、やる気いったのつれー。しかもロックオンルートある。はい、録音される。まあまあまあ、新竜くんいますからね。みんな大好き、みんなの憧れ、お新竜いますから。回復量が3だったな。はい、ちょろいです。あー、終わった。うっ、やだい、よっしゃい。強いんだけどな、ただやる気が死んでんのかな。ヒーリング強え。やる気死んでんのがやべえな。ノリノリとか弾けない。おいおいおい、出た出た出た。かぶして落とすやつ、かぶして落とすやつ。野球マン温存。プロ入りとか欲しい。変化球、同じ球種か。うわ、出たー。4、やったね。それね、やっちゃいましたね。まだ諦める時間じゃねえ、まだ焦る時間じゃねえぞ。はい、そうだね、それ2段階いかないわな。録音あるかな。されないんです、ちょろいです。邪魔すぎるって。会える前、会える前、会える前だけど会えなくなった。いや、会える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 。
うえこれいったわ、これいったわ。うわ超、うわーマジか。待って、これ上いっちゃうけど、えそんな、よいしょ、オッケー、ナイス、マリンボールあげて、ナイスマリンマリン、ナイスマリンマリンした、オッケー。あ、これここ急速に変えるでいいんじゃない？ほい、ドン、強い、663。変化球落として2段階？マジか。これでそうだよね、急速に結局変わらんかったよね。いや神竜がある、よいしょー。俺は今忘れていなかった666。あーでもいけたんだな。ここ急速に一応待ってもできたんだな、できたんだな。ういナイス。いやー最後奇跡の神竜くんが決まりましたね。はい、ということでこれは動画化していきましょう。変化球ロストが合計4かな、112落とされたと思うんで、マリンボールがくっそー。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星681から無敗くんという名前になりました。いかがだったでしょうか。折り編マリンボールは入ったんですが、マリンボール合計で3ロストですかね。旧コンスタ、そして特殊能力はめちゃくちゃ強いんですが、名前通り大ペナで無敗となるでしょうか。それではオートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 1.60、 立派ですね。マリンボールが良かった、170キロが良かった。ってことで今回は191イニング投げて15勝最多勝でも7敗してしまったんで、勝率は有原さんに負けてしまった。それでも今回頑張ったので見ていくと、24先発で6完封8完投ね、立派で、クオリティスタートは 91.7%、 2回失敗、ハイクオリティスタートは 79.2% と19回もしております。で、奪三振248個、見事投手3冠達成、 11.6 の奪三振率、立派なんですけども、朗希くんに負けてしまいましたね。はい、でも素晴らしい結果になっておりますと。で、あとは四死球率 1.84 でかなりすごい結果、あとはそうだな、 KBB6.88 頑張りました。ということで今回の無敗くん取ったタイトルは、最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、沢村賞、新人王、ベストナイン、 MVP の合計7個でした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということでバイバッチ。